私の文章からでいいですか、はい、そして、ごめんなさい、こういう感じで振りますので、あ、かりまそれで、ただマスク取りますよ、マスク、はいはい、そうですね、うん、マスク取っていただいて、はい、お話、だいたい今50分、あの質疑応答入れて1時間ぐらいって考えてるんで、うんうん、もうお話の内容含め、もう全部その辺はもう、大和田さんの時間ということで、お任せしますので、でそれで、あのお話ししていただいたら、うん、皆さんそれを聞いた上で、あの次は、で私は 何を話せばいいの？あのここに書いてあるように、オーガニックマルシェをやりたいんですよ、うん、私たち、うん、あの今年中ぐらいに、本当に、ただ実現したい、そう、実現に向けて進めたいので、うん、その時に、オーガニックマルシェやるのに、うん、オーガニック農家さんのに出店してもらわなきゃいけないし、うん、オーガニック農家さん あの協力って不可欠じゃないですか。うん、だから、もちろん、レモンフューチャーさんを、それこそフィーチャーして、フィーチャーして、フィーチャリングで、マルシェやりたいんですけれども、でも、他にももちろん、オーガニックやってらっしゃる人たちもいるので、うん、そういう感じで、あの、大和田さんを中心に、そういう農家さんの協力を取り付けたいっていう希望があるんですよ。うん、はい、それの先導っていうか、リードをしていただきたくて、うん、まあ、その辺のところ、あの、次のステップには、うん、には考えていただきたいので、うん、なんだけど、オーガニックの製品って、有機って、確かに都会でもいっぱいあって、うんうん、ありますね、なんだけれども、なんだかイメージ先行で、うん、なんだか体に良さそうとか言いながらも、オーガニックだって結局、有機の肥料を使ってるわけですよね。うん、だからそれが、やっぱり自然栽培とは、なんか全然違うと思うし、うん、なんかその辺の、まずはオーガニックの、基礎の知識をこうアップデートするお話、うん、プラスちょっとそのマルシェにつなげるようなことを話してもらえたらなっていうのが、これは私の希望なんですけれども、うん、じゃあまずオーガニックのことをね、うん、そうですね、そうです、まずそれが分かりやすく、それが一番ね、うん、結構みんなね、イメージ先行でオーガニック、ジャスマークついてればいいでしょみたいな、だけどその割には正直私もずっと都会にいたんで、うん、オーガニックのものってイメージはいいけど高いんですよ、ぶっちゃけ、あの、うん、コストがかかる、うん、だからそんなオーガニックばっかり気にはしてもそればっかり買えないっていう事情もあるし、うん、だからなんかそういうところも含め、なんかオーガニックって、うん、なんぞやっていう、本当に基礎知識から、うん、なんか環境とまだつながってない人が多い、うん、そうだね、なんかその辺も、うんうん、ですね、まだまだ、来てる、来てる、だいぶ来てるから、じゃあもう OK だったらつなぐし、でもまだ時間ではないから、うん、もう少し打ち合わせがあるなら、そうそう、じゃあタイムキープ、携帯の時間見ててね。あ、もう これは何でやってます？タイマーをズームでやってます。あ、ズームね、うん、あ、なるほど。ちっちゃめにタイマーかけといてもらうと、もしかしたらいいかな。何分で、どうしよう、まず何分にするか。もう、最初の一言ずつ、みんな30秒ずつ自己紹介みたいな感じだよね。うん、そうすると、30秒か、まあ大きく見てどこかで、ね、あ、そうそうそう、ね、だから最初、ね、あの経緯みたいな話も10分もかからないと思うから、だいたいもうみんな見てくれてると思うから、5分、最初は5分、あ、だから自己紹介と経緯まで入れて10分で、ここで1時間とかで、1時間とかじゃダメなの？あ、いいよいいよ、ね、なんかあんまり細かいと、私だからそう思ってたのは、うん、ゲストスピーカーのお話のところで、まあ、1時間ちょっとぐらい、じゃあそれ でだからここで4時過ぎぐらいまでで、大和田さんの話が終わって、うん、そしたらみんなでの、うん、はい、もう時間ですね。はい、じゃあ、じゃあつなぎましょう。いいですか、はい、つないできますね。はい、はい、OK。10人設楽さん、
こんにちは、皆さん、こんにちは。風の家の狼です。ご参加ありがとうございます。はい、銀さんとのお話し会、そろそろ始めていきたいと思います。皆さんお忙しいところご参加ありがとうございます。スリーン入ってますか？開くので。はい。それでは。ちょっとZoom っていう開催が初めてなのでいろいろ進行上お見苦しい点があるかもしれませんが、その辺は何卒ご容赦いただきたいと思います。まず今日はご参加大体 14,5 名ぐらいなんですけれども、簡単にせっかくですから一人ずつお名前と、自己紹介という感じで一言、今日の参加するなんていうのかな、何を持って参加してくれたかみたいなところが一言コメントいただけたらいいかなと思います。はい、それではまず私から。はい、古民家風の家のご神です。去年経緯はね皆さん読んでいただいてると思うんですけど、私はそもそも本当横浜に住んでまして、僕は友達の実家でっていう縁があって、その前にこの古民家に古民家でビジネスを、民泊とかもやってるんですが、このコロナ禍で非常にゲストが減ってとても今厳しい状況には置かれてますけれども、地元のお友達と何か新しいことをやりたいという形でこういうことを始めさせていただきました。ということで今年はなんとか実を結びたいと思っているので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは続いて一緒にやってる2人を紹介したいと思います。はい、お願いします。大丈夫？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 はい、簡単で一言。筑西市在住の鈴木ゆかりです。風の家の兄さんと一緒に実現設定を実現させたくて一緒に協力してます。よろしくお願いします。はい、はい、こんにちは、筑西市在住の相馬美恵です。コロナの騒動が始まった頃から風の家に後上さんとゆかりちゃんと一緒に集まって、なんかなんていうんだろう、子どもたちがね、子どもたちが楽しくもっと幸せになっていくにはどうしたらいいのかずっと話してて、その中からオーガニックっていうキーワードが出てきて、で、まあ、議員さんなんていうんだろう、個人でだけじゃなくて、政治の世界ともつながりながらやってたら広がりが出るんじゃないかなっていう話を3人でそういう活動をしていきたいと思ってますので、皆さんのというかみんな一緒にやりましょうと思っています、はい、市民も一緒に考えて作っていけるような市民にしていきたいなと思っています。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ次はどれ、どなたでも、じゃあ銀さんか。すみません、そうですね。ひたみさん、ひとみさん、ひとみさんお願いします。あれどこにいるの？ひとみさん、ビデオをオンにしていただけますか？顔を。こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。じゃあ一言お願いいたします。音声ミュートになってます。はい。大丈夫ですか？はい。
筑西市議会議員の小倉ひとみです。こういったズームでの会議は、初めての参加なので、いつも以上にさらに緊張していますが、今日は皆さんといろいろなお話をしながら楽しい時間を、そして有意義な時間を過ごしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、しだらさんお願いします。皆さんこんにちは、しだらです。そうですね、今までに引き続いて子どもたちのことを、あの有機栽培による野菜などによる学校給食の実現であったりとか、と神社、羽黒神社でのマルシェなど、少しでも前に進むように、あの有意義な時間になることになってほしいなと思っております。また今日、大和田先生、あの楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします。以上です。じゃあ次、この方。じゃあ男性の坂、寿司大さん、昇魂寺さん。いらっしゃいますか。はい、筑西市寿司大の昇魂寺と申します。私はしだらさんに、声をかけてもらい、できることは協力したいと思い参加しました。本日はちょっと仕事の関係上30分ちょっとで退出しなければならないんですが、どうぞよろしくお願いします。以上です。寿司財産の卵すごく、卵焼きすごく美味しいので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、恵方巻きも予約受付中です。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。それでは、鈴木義行さん参加されていると思うので、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。鈴木です。主催の方にいる、鈴木さんの旦那です。今日はどういうことやってるのか知りたくて参加しました。よろしくお願いします。ちょっと一回だけ、少しだけオープンにしますね。あ、まさこさんいらっしゃいますか。まさこちゃん来てない。じゃあ、坂本隆さんいらっしゃいますか。坂本です。はい、お願いします。真岡市の坂本と申します。今ちょっとお店の中でお話ししてますので、ちょっと音楽とかうるさいかもしれないんですけども、ちょっとうるさかったら言ってください。で、今回参加させていただいたのは、鈴木さんの Facebook を見てとても楽しそうな企画だなと思い、今回参加させていただきたいなと思って、Zoom 会にやらせていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そうしました。次、鶴見和美さんいらっしゃいますか。はじめまして。ちょっと声が小さいんです。鶴見です。はじめまして。すいません、鶴見です。はい、初めまして。有機市に住んでいるんですけども、鈴木さんがこちらでの議員さんと話したり、オーガニック の活動を始めたりとかいうのを伺っていて、とても楽しそうだな
ていうのと勉強したいなというので参加させていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そうしましたら次1か、まきこさんいらっしゃいますか。はい、市塚真紀子です。筑西市在住で子どもが2人おりまして、子どもたちのためになんかより良い未来を残してあげたいなといつも思ってたところ、ゆかりさんがお声かけくださって今回参加させていただきました。ちょっと今4ヶ月の赤ちゃんがいるのでちょっと出たり入ったりするかもしれないんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございます。そうしましたら、水垣みゆきさん、はい、お願いいたします。はい、こんにちは、水垣みゆきと申します。私は稲葉美希さんから、ご紹介いただきまして、今回参加させていただきました。地域住民とその行政に近い議員の方が、意見を交換するということはとても住民の意見が市政に反映するのかなと思って、素晴らしい、企画をしているなと思いまして、どういうことがお話しされているのかいろいろすごく興味がありまして、よろしくお願いいたします。お世話になります。私もちょっと30分ぐらいでちょっと退出させていただきたいと思いますので、すいません、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。はい、皆さんお忙しいところ急なお誘いにもかかわらずご参加いただき本当にこちらこそありがとうございます。そうしましたら最後かな、大学生学生代表のタクト君いらっしゃいますか。あ、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、一言どうぞ。議員のこととかなんか知らないことがあるのでこう知りたいと思い参加しました。よろしくお願いします。はい、ありがとう、よろしくお願いいたします。そうしましたらまさこちゃんは、まさこちゃんね、聞こえてます、見えてますってきたので、これから呼びかければ多分まさこちゃんいますか。お願いします。まさこちゃん、なんか音ミュート解除して喋ってください。発言お願いします。あれ？こんにちは。ああ、聞こえた聞こえた。顔出てない。顔出てないって。あれ？ようやく説ね、そう。よくわかりません。よくわかりません。はい、はい、わかりました。皆さん、このお忙しいところありがとうございます。挨拶はしてもらえる。はい。声だけでもいいので、一言お願いします。あ、はい。筑波山のふもとから参加しています。桜川市の中里雅子です。よろしくお願いします。すみません。ようやくの思いで、ちょっとズームを接続したのですが、なんか皆さんの声とお顔は拝見できていますが大丈夫でしょうか。ダメだよ。はい、オッケーです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。こんなメンバーで始めます。はい。じゃあどなたお声掛けして。あ、すいません。あ、はい、海老沢のりこと申します。あ、はい、どうも。大変失礼いたしました。はい、いいえ、今日はちょっと Facebook で興味を持って招待状いただいたので参加させていただきました。と桜川市に住んでいますが、と職場が筑西市 で筑西市の方で眼哲学外来栽培カフェというのを3年前から月1回開催しています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、
じゃあこのメンバーで始めさせていただきます。はい、そうしましたらまずもう皆さんのお仕事にレジュメをお配りしているのでこれにのっとっていきたいと思います。で、まあ、簡単にこれまでの経緯はここに書いてある通りなんですけれども、2回ほど、そもそも去年の夏に志田さんにお声掛けをいただきまして、この古民家僕の家から国民民主党の玉木さんにいろいろ意見を述べるという貴重な機会を得まして、その時この私たち3人で、まあ、そのお母さん方の子どもたちの未来に対する不安とか、まあ、そのコロナ禍の中での、まあ、どうするかとか、今ようやくワクチンの話が出てきましたけど、ワクチンは強制すべきじゃないとか、あと今日本の抱えてる問題をもうなんかとにかく4分半の時間をしかいただけなかったので、もうなんか私は原稿を読むような感じになってしまったんですけど、とにかくまあ後輩にわたるいろんな意見を、まあ、国民として、まあ、市民として述べさせていただいたみたいなきっかけがあって、でそもそも一番近い政治っていうかそれに関わることってやっぱり住んでいる地域の市政ではないのかなっていうところで、市会議員さんとお話しするっていう機会を作ったらどうかっていうことで小倉ひとみさんにお声掛けをして、もちろん高橋田さんも含めて、その2人を囲んで私たちが参加するっていう形で始まったのが9月に始めた第1回です。その時にはどういう形で撮ったかっていうと、みんなポストイットにいろんなことを考えてたことをわーって書き出して、それを一気にまとめたっていうような、まあその初回は書くだけでしたけれども、2回目にはその意見をある程度カテゴライズして発表というか共有をしたんですけれども、その時に多かったのがもちろんその子どもの、学校給食の問題、オーガニックにしたいとかっていう希望がすごく多かったんですけれども、はい、ハードルが高いっていうこともあり、で、その時に同じように意見としてとても多かったのが、そのオーガニックに触れる機会としてオーガニックマルシェみたいのを公園とか神社ですごくやりたいっていう気みんなが思ってたんですよね。そういう意見が同時にたくさん出まして、給食のオーガニック化はとてもちょっとハードルが高いけれども、マルシェを神社でやるっていうことだったら私たちできるんじゃないかっていうところで、まずはやってみようっていう形で、今回第3回目なんですけれども、オーガニックマルシェをやりたい、やるためにはどうするかっていうステップで、まずはオーガニック農家さんとつながりを作ってなきゃどうしようもないよねっていうところで、今日はなんとそのレインボーフューチャーの代表取締役でいらっしゃいます大和田忠さんに、なんと筑西市で20年もやっていらっしゃるって、これ見えますか？これぐらい？はい、今日はなんとこのねお土産を持ってきていただいた人参とほうれん草、はい、でつながりを作りたいっていうことで、まずお話を聞いて、で実際のマルシェの実現につなげていきたいっていう、ステップになります。それでは、ここでこれからちょっと時間を50分ぐらいかけて大和田さんのお話を聞きたいと思います。皆さん拍手でお迎えください、はい、それではよろしくお願いいたします。あれ、なんで映ってないの？映ってる？自分が映ってますね。はい、皆さんこんにちは。志田さんよく顔見えます。ご無沙汰しております。今日ですね、ここのオーガニックマルシェっていうふうなことの話をいろいろ伺いまして、
今日は参加させていただきました。で、その鈴木さんともう一人の方が一度私どもの農場に来ていただきまして、で、農場で、収穫体験やらいろんなお話をさせていただいたのがきっかけです。で、私は畜生の方で、約20年オーガニック野菜を作っています。で、最近は道の駅にも少し卸すようになってるんですけども、残念ながら地元のお店にはなかなか卸してなくて、全部東京なんかに行ってしまいます。で、やはりオーガニックっていうのはいろんなやはり問題があって、それを克服しないとなかなか難しい。まず一つは虫との戦いですね。あとは雑草との戦い、あとは自然との戦い、こういうふうなものをやはり乗り越えていかないとなかなか事業としては成功しないっていうのがこのオーガニック農業だと思います。しかし私ができるんであれば、おそらく皆さんもやればできるんではないかなと思ってます。で、なぜかというと私は農家のでじゃないので、サラリーマンの辞めて脱サラで農業始まりましたから、農業ののも分からないで始まってやっと20年経ったっていうようなことです。しかしやはりオーガニックっていうのは有機野菜で、認証、畑の認証を取ってからオーガニックのマークをつけて出荷できるんですが、なかなか認証の検査が厳しいです。で、やはり自称オーガニックっていうのもできますけども、やはりオーガニックのマークをつけて、出荷するっていうのは検査を通して、で、おそらく農水の方にも情報が回りますから、そういうふうなものもちゃんとクリアしながら畑を認証してもらうっていうのがなかなか難しい。やはり虫なんかが相当何もやらなければ畑の野菜にたかって、ほぼ全滅します。とにかく4月あたりから10月はいろんな虫がいますので、そういうふうなものを何も防除しなければほぼ壊滅になります。これなぜかというとですね、虫っていうのは本能がありまして、人間は本能がありません。自分の安全なところに卵を産みつけたいっていうふうな習性があります。ですから農薬のかかってないところに、寄ってたかって集まってきます。20年前に、実験したんですけども、5ヘクタ、5兆、50Rのところにキャベツが2万本植わってました。で、私のちっちゃい実験の畑に、ブロッコリーが10本植わってました。キャベツには1匹も蝶々が飛んでません。それはそうですね、毎週1回農薬をかけてます。で、私は実験のために、ブロッコリーには農薬をかけない。で、それをやはり虫たちは本能で分かってまして、私のブロッコリーに寄ってたかって何百匹っていう蝶々が寄ってきました。で、それでも農薬かけないで、卵を見つけられたら青虫を一個一個取りながら、どうやったらこの虫っていうのをと共存共栄できるかっていうのを考えてたわけです。やはりなかなか一般の農産物をと同じように有機はできないんだなっていうことが痛烈に
まあ、感じたその農産物の生産でしたね。だから虫を逆に、農薬で殺せば必ず何年後には強い虫が育ってきます。その農薬に、負けない虫がまだ育ってくる。そうすると今度農薬会社はもっと強い薬を散布して、でそれの追いかけっこなんですね、今一般の、栽培の方は。でやはり、有機で、無農薬で作るにはやはり虫の生態とか虫の特徴、いつにどういう時期に卵を産みつけて、それが孵化してどのように食べていくのか、それと発生する時期、あとはどういうふうなものが好きなのかっていうのを何年もかけて、観察すれば、この虫との共存共栄ができるんではないかなと、思います。まあ、ちなみに今、キャベツって言いましたけども、私もの会社でもスティックブロッコリーっていうふうなキャベツ系ですね、ブロッコリーですから、それを栽培しています。でこれも農薬をかけない、これが好きな虫がたくさんいます。そのブロッコリーを好きな虫が、まず一つは青虫、あとヨトウムシ。皆さんヨトウムシって聞いたことありますか？ないですよね。栽培してる人はよくわかります。青虫は白い、蝶々が葉の裏に1匹卵を産みつけます。そうすると蝶々が100匹いれば100個の卵が産みつけて、それを取ればいいんですけども、ヨトウムシは一つの卵に500匹の卵を産みつけます。だからそれが100箇所に、産みつけられると5万匹のヨトウムシが孵化してほぼ全滅になります。もうこれも一回、全滅になった経験があるので、そういうふうな経験を生かしたためには、蝶々よりもヨトウムシを卵を産みつけないようにすればどうしたらいいかっていうことを考えて栽培します。まあ、それを一番先に対策やったのが防虫ネットっていうものですね。1本1万円以上します。それを私が農業を脱サラした時に100本買いました。その業者の人に言われたんですけども、防虫ネットを1回の注文100本来たのは一つの農家では初めてだと。でもやはり最初に、そういうふうな無農薬の設備投資をしないと、やはり最後には農薬に頼ってしまう。そのために、まあお金はなかったんですけども、とりあえず一番大事な防虫ネットを100本注文して、でその100本の注文した防虫ネットもが20年経ってもまだ使ってます。これなぜかというと、ビニールでできてますので何回も何回も使えるっていう特徴があります。で、農薬やると農薬のお金、あと人件費、そういう不能に比べると防虫ネットの方がはるかに安いではないかなっていうような計算の方法ですね。まあ、それが構想して、そのスティックブロッコリーの栽培が防虫ネットだけで、栽培できている。しかし、やっぱりヨトウムシの生態をよく見ないとやっぱりダメなんですね。やっぱり防虫ネットだけでは隙間が入ってくるので、防虫ネットの上から1週間に1回必ずチェックをします。で、歯に網みたいな模様があったら、それはヨトウムシの卵が産みつけられて500匹の卵が孵化して、食べられてるっていうことなんです。でその歯を一本一本取ってそれを処分してやると
与党虫の被害からスティックブロックリーが守られるっていうことになります。で、ああいう蝶々とか与党虫っていうのはだいたい日中朝の温度が10度以下になると飛ばなくなってきます。でこの日にちっていうのは皆さん分かりますか？これは経験しないと分からないですよね。これはですね、10月の20日です。20日までは防虫ネットをかけます。で、それを過ぎると、朝の温度が10度以下になってくるので、蝶々が飛びにくくなってきます。ということは、卵を産みつけられないっていうようなことが、私の20年の経験で頭に、それが入ってます。でその後は防虫ネットを取って伸び伸びと成長させるというようなやり方でやります。まあいろいろやはり、農産物によって、やはり栽培の方法とか仕方とか管理方法が全部違ってきます。でやはりそういうふうなものを習得しながらなるほどなって納得したときに、その有機栽培っていうのが一歩前進、まあ、するんではないかなと思います。だから畑に行くといろいろ教えてくれるものが、まあ、たくさんあるんだなっていうことがやはり経験で、分かってきましたね。だから最近は有機の生産者が減ってると言われています。日本全国で今有機の生産者は、2% もいってないかな、 1% もいってないかな。でそれなぜ減ってるかっていうと、もうね、年配の人たちがやはりなかなか有機をやるっていうことが困難になってきてるみたいです。で、若い人も入ってるんですけども、なかなかその技術が追いつかない。で、あともう一つは有機だけでは生活ができないっていうような大きな問題があります。でやはりそれを支えて、支えるには有機の野菜をやはり、食べていただくっていうのが一番ではないかなっていうような気持ちがあります。でまあ、私の、農場は筑西市に、30ヘクタール、これはですね110枚の畑で分散しています。しだらさん聞いてますか？これはね大変なことなんですよ。100箇所をトラクターで移動するっていうのは非常に大変なことなんです。で去年一昨年かな、茨城県の知事と会うことができまして、私のとは農業の、懇談会があったんです。で、その時に、筑西市に、100ヘクタールの有機農場を設定してくださいというようなお話しました。そしたら何を思ったか、10年耕作してなかった畑を市の方に何か話を、してくださいって私のところに来ました。もう一回見に行ったんですけども耕作ができません。残念ですけども。で、そこで県が動いたのは、過疎化になってる、県北地域に、農業団地を有機農業団地を作るっていうような話がありまして、それを私のところに、持ってきました。で最初は私もやる気はなかったんですけども一つもなかったです。なぜかというと筑西と常陸大宮ではものすごい時間の差があるんですね。で、これはねなかなか難しいだろうと。でその県の方の担当者がもう何回も橋を運んで、じゃあちょっと畑だけ見に行こうと。で、行ってきました。去年、おととし。
で非常に良かったですこれなぜかというと、先ほど話したように、筑西市では100枚の畑で30ヘクタール、うん、常陸大宮では1枚の畑で5ヘクタールです、これはねものすごく有機をやるには環境が整っていると。で、茨城県の方で、水も出します、整地します。すごいじゃないですか、一番いい道を選んでくださいっていうような話があったんですけども、まあそこに行くにはものすごいやっぱり、問題が多すぎて、それをクリアするには相当な能力がいるんじゃないかなと。なぜかというと農地法っていうのがありまして、農地法っていうのはその地主から私が直接畑を借りないと耕作ができない、もしかしたら中間管理機構に、預けてそこから私が借りれば耕作ができます。で今そこの畑を借りてるところが農協でした、農協がち農地登録してるので農協から借りるとまた貸しになるということは、これが農地法に引っかかってしまうね。でこれがあるからおそらくまずは無理だろうと、畑はいいけどもその農地法に引っかかってしまう。で、その農地法をクリアすれば、まあ私は前向きに考えてもいいですよと、というような話しましたら、茨城県のその担当の人が分かりましたと、というような返事をして、農協のこの畑を全部解約して、おー、素晴らしい。で中間管理機構に全部預けた。あ、そこまでやるんだったら。ちょっと前向きに考えましょうっていうことで、話を進めていきました。で非常にまあ、ありがたいのかどうか分かんないけども、人参をぶら下げられまして、そこの畑を5ヘクタール耕すと、補助金を国と市で、県で7割補助を出します。これこういう人参を出されると非常に生産者としてはね悩んでしまうんですね でもそればかりで、じゃあその畑を耕するかっていうとなかなか難しい問題があって、じゃあその機械を置く場所を畑に置いたら今盗まれてしまうっていう問題もあったり、あとはじゃあ誰がそこをやるのか、まあ、これが一番の問題でしたね、実際に。私もほら週に1回か2回は行けるけども、やっぱり向こうに張り付いてはやっぱりなかなかこちらの本社があるから、まあ、できないっていう問題があって、でたまたま私の長男が東京の市場に、行ってたので、3年経ったからそろそろこっちで農業やるかいって言ったら、考えてもいいよっていう話があったんで、あ、脈はあるなと、で、じゃああと半年後に、その話を具体的にするから会社を辞めろというような話をして、辞めてもらいました、今年の2月に。素晴らしい。でもそれだけではダメなのは、トラクター置き場とか、そういう場所がないとダメなんで、空き家を探してくれと。そしたらね、やっぱり見つけてくれんですね。さすが、県は結構前のめりでやる気ですね。そう、ね、茨城県の方は予算組んでるから、どうしてもこの知事の指示で、県北を活性化しろと。そう、遊戯団地を設けろと。でうちがモデル、企業になって、若い人たちを呼べと、素晴らしい、まあ、そういうふうな目算があったみたいで、で、まあ、うちの長男も今年の2月、去年の2月から
畑に入ることになって、今人参掘りやってます。で今日さっき見せた人参は、うん、うちの息子が掘った人参です。まあそういうな、いろんなやっぱり問題があって、有機農業っていうのはなかなか難しいんですけども、やっぱり知恵を絞ったり周りの人たちの協力で、できないことはないからと。でやはり筑西市でもそういうふうな場所があれば非常に、まあ、有機の生産者は筑西市でもいます。一番多いのはつくば市です。つくば市にたくさんいます、有機をやってる生産者。はい、でそういう人たちを巻き込んで、有機のマルシェなんかはできるんではないかなと思います。で、あともう一つ、私が、10年前に、日本全国の有機の生産者を3年間かけて、回ってきました。北海道から沖縄まで。で、これなぜかというと、震災で放射能がかかった茨城さんは一時販売できなかったんですね。で、茨城県の有機はいらないけども北海道の有機はいいなと、そういう声を聞いて、北海道を皮切りに、向こうの玉ねぎの生産者とか、じゃがいもの生産者、いろんな有機の生産者と話し合いをしてきて、でいい感触を持ってるんですね。東京に出したいっていう方が結構多かったので、じゃ あ東京に有機の野菜を出荷しましょうと、っていうような話を3年間かけて北海道から沖縄まで日本全国回ってきました。でそれが あるっていうことは、この茨城だけのマルシェであればもうその季節の野菜っていうのは限られてしまうのね。で、全国の有機のマルシェ、農産物、果物もそうだし、野菜もそうだし、その旬の野菜を、茨城のこのマルシェ、オーガニックマルシェに入れることによって、一番種類、品揃えが、揃えられるんではないかなと思います。すごい夢のようですよ、それ。うん、で、まあ、有機を取ってる生産者ばかりでもないんですけども、ただ有機で、やってもいいんですけども、有機が本当に安全とか美味しいっていうことは言えません。鈴木さんにもちょっと話しましたけども、有機をやるからこれは安全で美味しいと思ったら大間違いです。なぜかというと有機の中に、堆肥を皆さんおそらく使ってると思うんですけども、たくさん使う人、野菜にあって堆肥を使う人、うちみたくバカみたく肥料を使わない人とかたくさんいます。で、野菜の、まあ、先ほどこの画像に映ってる人参とかほうれん草なんですけども、これは必要以上の肥料を入れなくてもちゃんと畑に微生物がいれば育ちます。で特に今映ってるほうれん草、これは、12年間肥料を入れてないで栽培してます。糖度が今16度上がってます。16度というと何に果物で何っていうとメロンよりじゃ甘いってことです。うん、でやはりこれを食べてもらうと本当に、美味しさが分かるんではないかなと思います。で自然栽培で、まあ、ほうれん草は作ってるんですけども、これも有機のマークは貼れます。ただ肥料を使ってないだけだから。で人参もなるべくえぐみを出したくないとか、やっぱり生で人参ジュースを飲んでる人が日本全国たくさんいるので、これも3年から 5年は肥料を入れてないで、
のところで栽培してます。でそういうふうにやっぱり有機だからって、えぐみが出たりとかアクがあるっていうものを食べるとやはり、美味しさとかが違ってくるんじゃないかなと思います。でやっぱり有機の栽培にあたって、必要以上の窒素分を入れるとこれが未消化窒素って言って、毒になります。これはね一番厳しいのはヨーロッパですね。ヨーロッパでは窒素分が 2500ppm、まあ、硝酸体窒素ですね、これが以下でないとなかなか販売できないっていう基準があります。で日本では基準がないので1万 ppm でも有機で販売されています。これは一度測ったことありまして、緑の非常に黒い小松菜を測ったら1万 ppm の小松菜の未消化窒素があります。でなぜ未消化窒素が悪いかというと、この未消化窒素っていうと窒素型なのでこれが あまりにも高いと生でそれを食べてみたときに、体の害が出るんです。だからヨーロッパでは特に小さい子どもたちにはその未消化窒素のやつを食べさせないようにっていうことが広がってるんですね。でこれを熱を加えてやるとその窒素分が抜けたりしますので必ずなるべく有機でも熱を加えて、食べてもらうと安全で美味しいものになるんではないかなと思います。だから私の方ではなるべく肥料を入れないで栽培する方法に特化して、やってます。しかし畑ができない時にはやはり堆肥を入れてやらないとものができないっていうところもありますので、それは畑用の状況を見ながらやってます。しかしそのほうれん草は一番いい畑なので、自然栽培農薬を12年あの肥料を12年入れないで栽培してます。だから美味しさが食べると分かります。非常に甘く感じるものがあるんではないかなと思います。それは筑西市では、はい、あまり出してないってことですけど購入はできるんですか？購入は欲しい方にだけやります。しだらさん先生も、はい、私 の農場を見せますので、はい、私の農場は、はい、いつもオープンなんです。はい、なぜかというとやはり有機の技術っていうのは、はい、自分だけの技術ではダメかなと思いまして、はい、たかだかね、私の考えた技術を、やはり有機の生産者にいくらでも使ってもらって、でそれを参考にしてもっと技術を高めてもらえば、はい、もっと有機の生産者が増えるんではないかなと。だから全部見せてしまいます、うん、だからそんな高々の技術ね守ってたって仕方ないんで、うちだけの技術なんてのはとんでもないことだなと。私も他の農場を見に行ったら、うん、もう目を大きく開けて、はい、よく見てきます、はい、でそれでいいとこだけを取ってくるっていうような感じで、うん、その技術を広めてきた経験があるので、はい、もう全部オープンです。だから皆さん農場に興味があるっていえばいくらでも農場見学できるし、うん、農場体験もそれなりに私が時間が空いてれば、うん、いくらでもご案内ができると思います。わかりました、ありがとうございます。で、もし、本当に、有機をやっぱり生産したものをマルシをやるんであれば、うん、そのみんなで有機農場を作った方がいいんじゃないかなって感じします。素敵ですね。そうすると、はい、野菜の良さとか、虫の可愛さとか、はい、ね、大変さとか、はい、そういうものを体験した時には、うん、やっぱり生きているものを殺して人間が食べて
るわけだから、この食べ物の大切さが分かってくるんじゃないかなと思います。で、そうすると、そのマルシェに来た時のお客様に訴える言葉が変わってきます。自信持って販売することできますので、まあ、そういうふうなことも、まあ、私の技術であればいくらでも多少は教えることはできるかなと思います。志田さん、有機農場を畜生に作ってください。そうですね。そうですね。市民が参加できる。うん、そうそう。そうですね。参加型農場を作ってほしい。うん。だからそうすると食べ物の良さも分かってくるし、はい、で、やはり今学校給食では、やっぱり栃木県が一番この辺では進んでるんですよね。うん、そう。で、あとね、もう一つ、どこだっけな、古河の隣、どこだっけ、の町だなすか。五日町？あ、乃木の方も、うん、はい、勇気を入れたいっていう話が、うん、うちでほら乃木の人とちょっと取引してるから、はい、販売してる人と、うん、その人に話があって、で、条件を言われたみたいです。虫の食った跡がない農産物を出してくれと。いや、ひどいね、そら。逆に虫が食った方が安全なのにね。っていうな難題を言われたみたいです。で、やはり畜生でも、うん、やはり少しずつやっぱり、小学生、あたりから、うん、そういうふうな安全で、うん、美味しいものをやっぱり食べてもらわないと、うん、やはり将来的に非常に、まあ、心配なこともあります。あとはやはり日本の基礎を作ってくれた年配の人たちにもやっぱり美味しくて安全なものを、まあ、食べてもらったのがいいんではないかなと。まあ学校の給食の予算は大変厳しいっての聞いてますけども、それをやはりある程度絞り出して、はい、少しずつ野菜とか米でもいいですし、そういうようなものを切り替えてやられた方がいいのではないかなっていう感じはします。はい、ほうれん草のおひたしだけとかまず一品から。そうそうそう、それでいいんですよ。はい、で、美味しさを少し分かってもらうのが、はい、分かればやっぱり野菜嫌いはなくなってくるんではないかなと思いますけども、はい、いかがでしょうか。人参のグラッセと、はい、人参すごい、うんうん、ほうれん草も甘いから、うん、これを今聞こえてるかな、これをこのほうれん草生でさっき食べさせていただいたんですけど、すごく甘いので本当に野菜嫌いのお子さんいなくなると思いました。うん、本当に果物みたいに甘かったです。うんうん、皆さんにもぜひ食べていただきたい。ね、肥料入れてなくても、うん、ほら黄色くはなってないし、うん、大きくなってます。これは微生物の力ですね。うん、そう、やはり地元の微生物がしっかりいて、野菜を育ててる。で、まあ、じゃあ一つ化学栽培と有機の栽培の違いをちょっとお話しします。化学肥料を栽培してるのが、まあ、日本ではもう 95% 以上なんですけども、その化学肥料を入れると何がいいかっていうと、まず一つは臭わない。うん、私ども見たけどほら畜粉使うと、たり今うちは循環型ですけども、そういうものを使うとやはり臭うんですね。で、周りの人から苦情が来るというのもあります。で、化学肥料は簡単に散布できて、すぐに、吸収できる。で、非常に、簡単な栽培方法ですね。で、その畑は私から言うと死んでる畑です。
なぜかというと、日本でも地球が生まれた時は微生物から始まってます、ね、でその微生物が育って、いろんな動物に進化してます。で、地球上に育った特に日本は農耕民族だから、はい、米とか、うん、野菜とかそういうものを中心に食べてましたけども、うん、それは全部土の微生物から育った農産物です、うん、でそれを戦後、うん、アメリカが占領してきた時に、うん、食糧危機になりました、うん、日本全国食べ物がありません。でアメリカから持ってきたのは化学肥料でしたね。で、でこの化学肥料を使ってで虫が発生したら農薬をかけなさいっていう指導をやってで、あこんなにも簡単にで虫もつかないものができるんだなっていうことが農家の人が経験したんで、これがものすごく広がって、まあ、食糧難を、まあ、脱出したっていうのもあります、はい、でもそこから何が起きたかっていうと、おそらく、私の代あたりからアトピーだったり花粉症だったりが蔓延してます。これはやはり食べ物っていうものが非常に、化学調味料保存料そういう化学的な農薬を使った農産物なんかを食べ続けてるんで私どもの子どもたちがそういうふうな病気になってしまったっていうのが一つあるんではないかなと思います。で、その化学肥料は本当に効くんです、うん、なぜかというと畑に入れたら根が直接吸うんです、うん、だから化学的なものが農産物に入りやすいっていうのがあります。だからそれを、はい、食べ続けると非常に、将来が心配なものもありますけども、まあ、それが今原因で花粉症とかいろいろ合併症とかいろんな病気になってますね、まあ、そういうのがありまして、化学肥料っていうのは非常に簡単にできるっていうようなものがあります。で有機栽培っていうのは先ほどちょっと言いましたように堆肥を散布します。で、堆肥の中にはものすごい微生物がいます。でそれの微生物の畑にも微生物がいるので堆肥っていうのは微生物の餌なんですね。でその微生物が増えれば増えるほど野菜たちは育ってくれます。これなぜかというと微生物の糞とか死骸が土に馴染んだ時に根が吸うんです。だからものすごい時間かかるんですね、うん、でそういうふうに、畑が微生物の畑になってくると、うん、おそらく今日なんかものすごい風吹いてましたよね。で田舎で、畑のところに行くと砂ぼこりが舞います、うん、よく今日なんか舞ってましたね。これはね微生物がいない畑です。要するに微生物が土を守ってくれてるんです。まあ農業でいうとその、微生物がいればいるほど団粒構造になる。要するに、水はけがよく水持ちがよくて土をこういうふうに飛ばないように守ってくれるっていうのが微生物の力です。で、私の畑は不思議と土が飛びません。不思議ですね。うん。で、これは経験してみるとわかります。だから死んでる畑か生きてる畑かっていうのはそれだけでも分かってきます。で、やっぱりそういうふうな、やっぱり堆肥の匂いとかそういうものをやっぱり、気にする人が非常に今多いので、いや私どもではもう畑に堆肥撒いたらトラクターをすぐに
耕せるように待機してやります。で、土の中に入れると匂いがほぼ消えてしまうっていうことがあるので、そういうふうにして周りに気をつけようと。で、悪い人がいるのは警察に電話されたり、市役所に電話されたりするのはしょっちゅうです、うん、でそう、うん、そう、それはねやっぱり分かんないんですね、うん、今田舎でも都会化になってるからなかなか難しいかなと。で、そういうふうなものがあるとなかなかねやっぱり有機の生産者はまあ増えてこないのが現実かなって感じしますね、うん。まあ、それはね、やっぱり有機で、一番は生活ができるっていうふうなことを立証しないとなかなか難しいと思います、やはりね自給自足では子どもたちかわいそうだからと私は有機をやる人には言ってますやる人には、うん、やるからには本当に、子どもたちを幸せにできるようなやり方で、農業をやってくださいと。だから全部が全部有機じゃなくて半分は一般栽培にして技術が高まったら全部に有機するっていうね、やり方もあるから、うん、やっぱりまずは生活を安定化させるっていうのが一番じゃないかなと、うん、私も脱サラした時には3ヶ月間給料ゼロでしたから、死に物狂いで働きました、うん、もう働きすぎてもう仕事はやりたくないんですけど、うん、でもやっぱりね、いろいろ後継者に技術を教えなくちゃならないっていうのもあるんで、あとまだ 7,8 年は頑張りたいなと思います。ぜひお願いします。弟子になります。いやいやだからみんなで、共同農場を作ってそこで野菜作りをやった方が果物でもいい。果物もできないことはない、野菜作りをいろんな野菜を作って、体験してでそれをマルシェのも、はい、うん、素敵ですいいんじゃないかなと思います。子供に体験させるってすごくいいですよね、うん、そうそうそう、それすごい。そう、子供たちもその美味しい野菜を作るためにはどういうふうにした方がいいか、自分で体験を、ね、できたら、うん、多分そういうことが学んでいけるので、うん、でどんどん、自分の代か次の代ってそれが伝わっていくんじゃないかなっていうような感じがしますね、うん、はい、ねえ、もう すぐに畜生士のね、うん、まあ、ということで、まあちょっとの時間でしたけども、まあ、有機農業ってのはいろいろ細かいことが多すぎて、うん、話すともう切りがなくなってしまうんで、今まで話した中で、何かもう質問があればお答えしたいと思いますけども、うん、私ですか。有機農業でその価格がやっぱり価格が少し高くなるっていう心配が、例えば学校給食で一品でもまずは挑戦で入れられたら倍ぐらい違ってしまいますか、普通のほうれん草より。もはい、お答えします、はい、私どもでやってるのは、はい、先ほど言ったように、うん、防虫ネットが20年使える、はい、農薬使わない、はい、で、肥料も畑にも使わない、はい、実際に、私どもで販売してるのは一般の農家より2割か3割高いぐらいですね。そうですか、うん、そのぐらいではできると思います、はい、技術が高まってくれば、はい、大丈夫です。やりました、はい、労力で言うとどのぐらいの技術の、やはり一、はい、つの野菜を作るのに、はい、3年はかかるんじゃないかなと思います、はいはい、1年目はどういう虫がつくのか、うん、まず食べさせるから始まります、はい、で、それは大量に作んないですからね、うん、でこ の, あの野菜を広げたいっていう時にはまず、じゃ あ, 5R あたりからやりましょうとか、うん、でまず虫を
どういう虫が来るのかっていうのを毎日畑に行って観察します。はいはい、そうすると、あ、こういう虫が来ました。こういう虫が来ました。で、こういう食べ方をしました。あ、こういうふうな時にいなくなりました。っていうのが分かってくるんですね。はい、で、その2年目には、じゃあその対策をやりましょうと。ほんで、対策やって、あ、これをやったら成功しました。と言えば、じゃあ3年目に大きくどんどん広げていけばいいんです。だから3年かかるって言うんですね。わかりました。はい。でも、私の技術やってきた経験を教えれば、初年度からできます。すごい。素晴らしいです。みんなで弟子になります。本当ですね。うん、本当です。なかなかね、まあ一つのものを、うん、やっぱり、栽培するのには経験ってのはものすごい必要なんですね。うん、だからうちも30種類の野菜を作ってますから。ただどうしてもできない野菜もまああるのはあります。はい、大変なやつとかね。うん、だからできないことはないんだけども出荷量が減ってしまうとかいろいろあるんで、やはり会社ですからある程度完成したら広げていかなきゃならないっていうんで、リスクの少ないやつをどんどん広げています。で、今30種類になってます。あと何か質問のある方いますか？すみません、真岡市の坂本と申しますが、はい、よろしいですか？はい。僕もちょっと有機農業やりたいなと思っていろいろ調べたんですけども、はい、一番ネックになるのがですね、販路というか販売をどうしていくかというところだとちょっと思ってまして、はい、それをどのように開拓したのかというお話をちょっとお聞きしたいんですが、よろしいですか？はい、はい、私はですね、今の会社の農産物は 100% 契約です。市場、農協には一切出しません。なぜかというと、できました、市場に持ってきました、市場で去年の12月なんかはほうれん草一束30円ですから、それだともう従業員も雇用できないし、自分の家族も守れない。こういうやっぱり価格の変動っていうのは避けようと、もう最初から思ってたんで、まず自分の採算に合った値段を自分で決めます。これだったら生活できて従業員も雇用できるな。で、じゃあそれをどうやって販売するかなんですけども、人脈です。私の25年培った人脈で販売してます。すみません、その人脈っていうのはどのように構築したんでしょうか？はい、私はまず東京中を1年間かけていろんなやっぱりその有機を扱ってるところとか美味しいものを扱ってるところと商談をしてきました。まあ飛び込みもやったり、まあ連絡したりしていろんなところとやりました。で、直接スーパーにはほぼ行きません。これなぜかというと、そこに、今東京に市場とか農協ばかりじゃなくて、仲卸っていうのが結構いるんですね。たくさんこだわってる。で、その仲卸がの人をいろんな人を紹介してもらって話し合いに行く。で、その仲卸の人の下にはスーパーがあったりレストランがありとか枝分かれているんです。だからスーパーに一つ行ったらそこのスーパーしか取引できない。で、その仲卸に行ったらあらゆるこの枝に販売もできる。で、そのスーパー仲卸の人といろいろ話して、うちの野菜をいかにして気に入ってもらえるかっていうのをもう情熱でやります。で、野菜を販売するんじゃなくて人間を販売しに行きました。まず人を信用してもら
で、私のやったことは、独立したときに何をやったか。24時間365日、営業してました。夜中の3時にお電話がかかってます。で、明日、お店のオープンなんだけども、野菜が届きませんでした。2つ返事で今から新幹線登ってきます。返事は全部 OK です。で、それを一つ一つクリアしていくと人間関係ができてくるんです。で、だんだんと あそこに頼んでおけば商品は大丈夫、野菜も美味しい、これだったら販売できるなっていうような信用を一人一人つけていって、で広げてきました。それが今ネットワークで7出社と取引してます。だからどういう野菜がどこの仲卸に合ってるかっていうのは全部頭に入ってまして、じゃあこれだったら業務用がいいだろう、これだったらスーパーがいいだろうっていうことを案内かけます。で、量が取れなければ小さいスーパー、小さいレストラン、で、対応にやるときにはスーパーとかレストランとか全部に案内かけ、そんなふうなやり方で、広げてます。で、やはり今は一番大きい取引先は、コストコとイオンですかね。もう有機をやりたくてやりたくて、もう仕方ないっていうところなんで、今コストコではうちの野菜が結構いってます。うん、そんなふうなやり方で販売先を広げてきました。いかがでした？ ありがとうございます。まずは仲卸にさんのところに営業をかけるのがいいということですね。そうですね、まあ、最初はおそらくそんなに量が取れないから、まあ、私のネットワークでも販売できるし、あと仲卸にほら、ちゃんとした仲卸じゃないとほら無理だから、うん、だからまずは信頼のあるところの仲卸を掴むっていうのが大事じゃないかなと思います。で、それから栽培してもおつくはないかなと思います。ありがとうございます。はい、私なんか栽培するのが大変でした。注文が多すぎて。あ、すごい。あと誰か言いますか？はいはい、すいません。去年の秋に聞こえますか？去年、はい、もうちょっと大きい声で喋ってきます。去年の秋に鈴木さんと一緒に畑に伺わせていただいたものなんですが、あらまあ、鶴見さんでしたか。あの時マスクああ、ご無沙汰しております。で、その時に畑でパプリカをいただいて、すごく美味しかったんですね。もうこんな生で食べてこんなに美味しいんだって感動したして、で帰りに分けていただいて自宅に帰って食べたんですけど、最後食べるのがもったいなくてずっと取っといたんですね。はい、なんかずっともったいなくて食べれなくて、なんかずっと取ってたら1ヶ月とか経っちゃったんですけど、でもなんかもったいなくて1ヶ月半、なんかまだ元気だったんで、まだ取っといて1ヶ月半ぐらい経ったんですね。で、自然栽培のお野菜ってやっぱりこう腐らないでずっとこう水分が抜けていく状態になると思うんですけど、なんかもう本当にその通りで、なんかシューってその本当にこうなんか綺麗にそのままこうシューってなっていってて、あ、すごいなって、そこでもまた感動したんですけど、なんかでもそれで逆にこうスーパーとかで買ってる、スーパーって言ってるか、その農薬とか観光栽培とかで作ったのってやっぱり腐ったりしていくのが多いかなと思うんですけど、そのそれってなんでなのかなって疑問に思って、はい、これはですね、はい、窒素分が非常に悪さをしてます。窒素が抜ければ
甘さが逆に上がってきます。で、やっぱり窒素が入ってるやつはやっぱり腐ってしまうんですね。で、自然栽培のものは枯れていくような感じします。だからおそらくそのパプリカを風とか与えないで冷蔵庫に安定したところに置くと1ヶ月以上は持ちます。そういうふうな野菜が あります世の中にはたくさん。その自然栽培のやつは特にね、窒素分が下がれば糖度も上がってくる。だからそこに画像にあるほうれん草は美味しくなってくるんです。窒素分がほぼゼロですからほぼゼロ見えるかなり美味しそう。すりみさんもあれだね、ほうれん草収穫に来なくちゃなんないんですよ、うん、もう秋の時点でも十分美味しくて、おそらく3倍ぐらい美味しくなってます美味しくてパプリカも1ヶ月半経っても美味しかったです。結局食べたんですけど、うん、ありがとうございますすごい1ヶ月以上も経って甘くて美味しくてすごいびっくりしたし、なんかこうすごさを、野菜のすごさを知りました、うん、ありがとうございました。いいえ、またほうれん草の収穫に来てください、はい、よろしくお願いしますありがとうございました。いいえ、ありがとうございます。じゃあこんなもんでいいのかな、ね、じゃあお返しします。はい、どうぞ。いや本当に素敵なお話をありがとうございました私からちょっと一つだけ、その最初に脱サラして有機の農業を始めようと思ったきっかけは何かあったんですか？これはですね、私サラリーマンの時に会社で野菜作り始まったんです。で、経験がないんで、いやいやながらやってました。なんで私がやんなくちゃなんないのって、うん、でもほら会社の指示だから、うん、もういやいやながらやってたんですけども、やっぱり販売しなくちゃなんない。で、そこで販売先もないから、うん、じゃあ私が開拓するしかないんで、まずどこに行ったの、ハイマート行ったの、で、サティって。で、東京中で、調べて、駆けずり回りました。うん、で、その会社の名前で野菜を販売すると、お客さんの反応が来るんですね。非常に、まあその当時、モロヘイヤを作ってたんですけども、モロヘイヤを東京の伊勢丹とか成城の石なんかで販売したら、お客さんの反応があるんですよ。非常に美味しかったよ。これなんか違うなと。お金いただいてんのにそんなに喜んでくれる。これ野菜とかそういうようなものはちょっと私のやってる今の本業とは違うなと。で、そこからまた一つレベルアップして、じゃあ有機を取って販売しましょうっていうようなことを考えるんだよね。それでどんどんまた広がっていって、でまたいろいろお客さんからの声が聞こえたり、でやっぱり私の本業は本当経理なんで、経理っていうと人に褒められることなんかほとんどないんです。それが末端のお客さんから喜んでくれたり褒められたりっていうのは今までにない経験だったんですね。で、そこで逆にいやいややってた野菜を作りを自分からすいかに美味しく作るにはっていうことから始まって、でやってるうちにもうこれは自分でやるしかないって、自分でやりたいっていうような気持ちでサラリーマンやめました。すごいですね。あ、もうこれいいです、このまま言ってくださいこれはすごいですね、うん、ある意味会社の新規事業に白羽の矢が立っちゃって、うん、
はじめ、ケリからって、そうそう、である意味ちょっと、ケリもやってた。でもケリもやりつつ、それって会社としてもチャレンジだったんでしょうけれども、そうですね、それが、うん、まさに大安さんの人生を変えちゃったってことですね。そうだね、変えましたね。その代わり犠牲は大きかったですよ。ちょうど始まったのが36歳かな。6年間、会社で野菜作りやって、6年間で6日しか休んでないですから。でも、その野菜に作る、作る情熱とか技術とか、やっぱりそういうものがその6年間をの中にものすごい密に入ってましたね。いろんなやっぱり経験したり実験したり、やりましたから、だから独立できるんですよ。それが何も知らないでやってしまったら、これは失敗する。で、営業も東京中行ってたからね。で、人脈も作っちゃって、栽培技術もできて、経理もできて、一つの会社ができちゃいました。作ってしまいました。すごいですね。で、じゃあそれまで東京にいらして、でその農業を始めた時にこの畜生が選ばれたっていう。あ、畜生、私はもともと畜生だから。あ、もともと畜生だったんですか。そうそう、うん、仕事も畜生だから。あ、畜生だったんですか、うん、脱サラはしたけれども畜生だったんですか、うん、そうそうそう、うん、全然東京ではありません。東京に行った時に言われましたから。あ、田舎っぺだから。と、茨城県が抜けないんで、なかなかね、でも農業やってる、それがね、ものすごく愛嬌いいんだね。受け入れやすいんですね。うん。だからわざわざ東京弁に直さなくた方が良かったかなと。うん、まあそういう点もありましたね。茨城県の優しい言葉が。うん、そうですか。大変貴重なお話をありがとうございました。いや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 、大丈夫ですよ。参加してください。後半進みますので、うん、あ、こうなったのね。あ、ありがとう。ということで、大和田さんの今素敵なお話があったんですが、で、次はアジェンダの3番で、あのオーガニックマルシェを実際に、今ね、すごい素晴らしいアドバイスで、まずの畑をやったらいいんじゃないかって、まあ、それももちろん考えたいんですけど、とりあえずは今あるなんか、まあ、そう、マルシェをやる方法として、どんなことが考えられるかなっていうところの皆さんの意見交換をしたいかなと思ってます。はい。それで一応、何もいただきではないのもどうなのかなと思って、とりあえず私が、ざっくばらんのイメージを書き出しました。これがいいとか悪いとかじゃなくて、これ私が東京に住んでるときに、これ実はあったんです。今多分やってると思います。国連大学の早まちを運営しているところで、オーガニックマルシェっていうのは、月1だったかな、第1土曜日、土日でやってたんですけれども、国連大学って大学時代は本当にビルみたいになってるところなんです。その前に、広場みたいなところがあって、そこに、テントを張ってですね、日本全国の、オーガニック生産者が来て、もちろん販売はやりますし、あとその食べ物だけじゃなくて肌とか、いわゆるその体に優しそうなものを売ってるっていうような、そういうマルシェがあったんですね。それで当然キッチンカーみたいなのもあって、それが食べられる、イートインとかね、イートコーナー、食べられるフードコート、ミニフードコートみたいなのがあって、そこにテーブルを出して、そこで食べたり、で、あと、端っこはなんか勝手に誰かが演奏してるみたいな、そういうものがあって、そんな素晴らしくは。土日あ、だから月1だから月末だったかな、とりあえずなんか そんな感じなので、そんな青山通りの素敵なところでそういうふうにはできないにせよ、ちょっとそんな感じなのがあるといいのかなっていうようなイメージをとりあえず書き出してみましたが、皆さんの意見と、あと逆にじゃあ実際畜生でやるとしたらどんなことが考えられるのか、あとその、レインボーフューチャーさん
含め、どういう農家さんが実際協力していただけるのかどうかって、皆さんの、あの、その教えとネットワークと、なんかそういうものがあったら、それをまとめて、実際私たち本当にやる気だけはあるので、前ちょっと、ひとみさんにもお伺いしたように、あの、羽倉神社の境内だっていいと思ってるんですよ。もともともあるし、位置が立つっていうのは、あの神社の境内で、そもそもそれでいろいろ販売してたっていうのは、日本の昔、古来からあるそのマルシェの方法というか、位置の立ち方だと思うので、まあ、神社でやるとかっていうのも全然ありだと思うんだけども、もうその規模によっては、例えば、あの、さんおっしゃってたみたいに県政公園みたいなとか、あそこ実際週末はとても家族連れとかも集まってるし、まあ、バーベキューとかできる、あの、場所とかもなんかあるらしいので、ごめんなさい、私はそこはよくまだ見てないので、まだ実際どういうところでできるのかっていうところまで把握してないんですけども、例えばでもそのマルシェで買ったお野菜をそのままバーベキューできるとかって言ったら、まあなんかそういうふうな広がりもできるかもしれないし、まあ、そういうことも考えられるのかなっていうところがあって、なので今はだからちょっといろいろこう風呂敷を広げて、いろんな意見を、出していただきたいなって思って、だから自分のやりたいマルシェっていうのをみんながこう言ってくれたらいいのかなって思うので、まずじゃあ志田さんとかいかがですか。あの、ご自由に発言していただいてもちろんいいんですが、発言者はとりあえず、あの、名前を最初に言っていただいてお願いします。はい。大和田先生、あの、もしじゃあ実際に筑西市でやるよってなった時に、どのぐらい農業者の皆さん協力していただけそうですかね。の、多分つくばとか持ってきていただいて一緒にやる、実際にどんなイメージが農業者の皆さんとしてありますかね。筑西市は有機の生産者はそんなに多くないんですね。だから勇気って断ってしまったら、あんまり人は集まってこないかなって感じます。ただ、無農薬とか美味しい野菜も含めてやればある程度は、集まってくるんではないかなっていう感じはしますけども、そうですね、ちょっといきなり勇気だけに絞っちゃうと、ハードルが高いかなっていうのは確かに私たちも思っていて、あとは畜生市限定にやってしまうと、もう、そうだから、限定はちょっとそうですね、厳しいですね。だからまあ、いいじゃない、茨城県全っていうか、それこそおっしゃったように、日本全国でいいと思いますよ。それを茨城県とか、この県政からや、あの、畜生からやるっていうのだって別に、全然いいと思っていて、なんかオーガニックマルシェをやりたいっていう理由の一つに、なんていうか、みんなそのオーガニックっていう言葉とか、そのマークとか知ってても、オーガニックの内容を知らなかったりとか、あと、まあ、値段が高いからなんかそれで諦めちゃうとか、その環境とのつながりが分かってなかったりとか、知らないから興味が持てないっていう人が多いんじゃないかと思って。その部分をこう、何て言うんだろう、少しずつでいいから知っていってもらえて、みんなに大場にこう選んでもらえるマルシェにしたいと思っているので、まあ、そこは、どちらかというと畜生市にこだわるというよりは大場にこの方にこだわった方がいいのかなという感じはしたんです。畜生市にはあまりこだわってない。まあ、畜生市にやるっていうのは、一個やっぱ意味はあるんですね。その、まあ、私たちも、市民だから、活性化したいっていう意図はもちろんあって、そのために、ひとみさんや、まあ、えんじさんに、こうやって関わって、まあ、もちろん、茨城県も活性化してほしい、住んでるところが、元気に楽しくなるのが、一番嬉しいことなので、まあ、それは、なんですけど、それは一つそうなんですけど、ただ、なぜ、じゃあ、オーガニックにこだわりたいかという部分を大切にしないで、そこは両方バランスかなという気もします。
そうです。ああ、なんかちょっと入っちゃった。例えばアメリカに住んでた時に1週間に1回木曜日の午後だけはもう例えばアメリカに住んでると生卵とか普通の大きいウォールマートとかスーパーで買った生卵とかは食べれないよって聞いていて、その毎週木曜日 その午後だけはアメリカでもその自然栽培をしている農業者の方が卵とか野菜とか本当にこう少ない数だけ必ず毎週木曜日だけはそういう、 こう小さな公園で本当に20ぐらいの農業者の方たちが少しだけ販売をする、でそのファンの方人だけがこう買いに行くっていうその定着したものになっていたんです。で畜生でもし本当にその生産者の皆さんのこうどのぐらいっていうのも例えば春夏秋冬とかもしくは年最初は1回2回とか何回かこの時だけはこういうのをやるっていう雰囲気作りがあるとどうなのかなと思ったりもしますけど、どうなんでしょう、まあ、月1回の月毎週あいきなり月1回いきなり月1回はちょっと恥ずかしいので最初は、まあ、あの季節ごととか、うん、まあ、なんかとりあえずまずは第1回目をいつやるかみたいな、そこに向けて準備したいかなと。農業者の皆さんからするとどうなんですか。私なんか毎週木曜日もそこに卵を買いに行くのと野菜を買いに行くの楽しいからね。毎日のように会ってくれるのが一番なんだけど、そうだよね、うん、毎日安心してそこに行けば必ず安全なものが買えるっていう場所が今なくて、うん、本当はね、でもなんか嫌いちとかは行くけど、どの農家さんが無農薬なのか勇気なのかなんか全然分かんなくなっちゃってるので、うん、なんかできればオーガニックのみっていう場所はなんか作っていきたいなっていうのは思います、うん、はい、ああそう、もう小さそうですね、なヨーロッパとかアメリカなんかみんなそうですよね、うん、あのマルシェなんかでよく販売されてますね、うん、私もそうですね、ニューヨークでそういうようなところも行ってきましたけども、うんうん、うん、ちっちゃい生産者が多くて、みんなニューヨークで販売しに行くんだって何曜日だって言ってましたから、うん、なんか小さいまだ小さい、うん、あの農家さんとかを応援したいっていうのも、そう、うん、そうだよね、まあそういう風な集まりが一番いいのかなって感じしますよね、うんうん、そうですね、毎週できるのは本当は理想だよね、うんうん、最終的にはそれいいです、ね、うん、最終的には毎日帰る、もちろんそう、うん、それは私たちがやらないとね、そこの時にはもうすでにやってない、うん、そう、まあ、畜生で有機でやってるっていうとあと大島農産ぐらいしか浮かばないもんね。そうですか、あの、うん、お米のところですか、そうそうそう、うん、米を専門で作ってるところ、うんうん、かんちゃんトマトとかもやっぱりかんちゃんトマト、かんちゃんトマト、はい、とかどうなんですか、吉野さんのところのトマトとか。ああ、吉野さんとかは一般的な栽培だよね。そうなんですか、うん、そっか、うん、第一の公園の斉藤さんとことかは、第一の斉藤さん、そこの斉藤さん、石上の腐乳の方のあの第一の子農園っていうんですか、スイカとかトウモロコシ、これ、うん、どこの斉藤なの、腐乳、腐乳の方です、板橋かな、板橋、はい、斉藤幸正さんって、あ、これもおそらくね一般栽培かな、そうなんですね、うん、そっか、畜生児いっぱい農家さんいるんだけど、うん、農家の人はたくさんいます、うん、有機が本当に有機でやってる人はなかなかね難しいよね、うん、自然パクラブさんも有機ではないんですか。違います、違うんですね、うんうん、なんかね有機みたいな感じのこと聞いたことがあったので、うんうん、有機認証は取ってないでしょ。でその中でおそらく無農薬でやってる人もいるかもしれないし、うんうん、で堆肥はおそらく肥料としたら堆肥を、自然パクラブは地元の下妻でしたよね、うん、なんてお宅が自然パクラブ、自然パ
って筑西、筑西の関城か。あ、じゃあもう一般栽培だね。そうですか。じゃあ大和さんの関城ですよね。農薬を減らしたりとか環境利用量を減らしたりはやってると思いますけども、なかなかほら勇気ってガジガジの勇気はね、なかなかいないんですよね。畜生市でその勇気増やしてってほしいなっていう願いもあるんですけどね。そうなんですよ。買う人も勇気に興味が、作る人も少し、ちょっとまた会議出ない、少し小さい会議出なきゃいけないのでここで失礼しますね。はい、どうもありがとうございました。いただきます、スマートフォンで。はい、はい、ありがとうございます。スマートフォンから参加します。あとは有機をやりやすい環境に市がしてもらわないとっていうのもあるよね。さっき言ってたみんなで一緒に畑を大和田さんに教わるっていう、ね、そういうのも含めて、どうですか、ひとりさん。なんか市としての取り組みっていうのはあるんですか。できるんですかね、そういうの。もう多分市としてオーガニックを進めていこうっていうことは今はやってないと思うんですね。でも今日私も道の駅で大和田さんの野菜とスティックブロッコリーとか人参とかベビーリーフ、行った時にはやっぱり子どもも食べる量が違うんですよ。やっぱり喜んで食べるので、あ、はい、そうですか、ありがとうございます。すごい、やっぱり子どもってまだいろんな味を知っていないから本当に野菜本来の味を分かるみたいなんですね。ドレッシングかけたりしないでそのまま食べさせるんで、すごく味がよく分かるみたいで食べがいいので、本当はできれば私なんかもお店で売ってれば選んで買いたいなと思っています。で、今日大和田さんのお話を聞いて本当にオーガニックの野菜って体にも安心だし、まして子どもたちに食べさせる、これから体ができる子どもたちに食べさせるのにはそういった安心安全な野菜を食べさせたいって思ってる親御さんって多いと思うんですよね。でましてその話を聞けば聞くほどこれは本当にいいんだっていうのが分かって、選んででもそれを食べさせたいって思うと思うんですよね。なのでこのオーガニックの良さ、大和田さんの栽培の良さとかそういうのをより多くの人に知っていただければ、なんていうんですかね、オーガニックマルシェ開催してもたくさんの人も集まってくれるようになると思うんです。ただ最初なかなか知らないと、もうオーガニック、でも野菜高くないとかそういうイメージばっかりが先行しちゃうのかなって思うんですけど、でも野菜の栽培方法とかいろいろなのを聞くとやっぱりオーガニックっていいよねって、そういう気持ちに、そういうのが分かる人たちが増えていけばどんどんこのオーガニックに対する意識が変わるのかなと思って、今日の大和田さんのお話、子どもたちもそうですし、子どもを持つ親御さんとかにも、ね、もっと多くの人に聞いてもらいたいなって思いました。はい。そうですね、なんか食育の一つですね。そこを、また入って、なんだろう、切ってね、ごめんなさいね。なんかその部分を例えば、市と市民で協働してやっていけるようなことってなんか感じ。そうですね、何か、そういったオーガニックの良さを知っていただける講演会だったり、体験会みたいのを開いて、畜生市の講演だったり教育委員会の講演だったりをもらって、学校関係にそのイベントのチラシなんか配布してもらえるとまたちょっと違うのかなとも思いますし、そうですね、
はい、そうですね、まあ、何かこうどうやったらみんなに知っていただけるかなっていうのをちょっと考えたいなと思います。そのまま社会科の授業とかに、はい、あの畑体験みたいな感じを受け入れるっていうのはどうなんですか？うちなんかはあの保育園やってましたよ。人参は木になってるって言うからじゃあうちの人参掘りやりましょうって毎年1回ずつ木になってる、まあ、その人がもうね辞めちゃったからあれなんだけども終わってしまったけども人参掘りをやってそこで食べて、ね、帰りに持ち帰ってもらう、そういうようなこともかなわかね。じゃなければ、収穫体験をやるとかね、そういうのはやってますね、うちはね。まず有機のことを分かってもらうのが一番かなって感じますね。なかなかやっぱりその市で畑を貸してくれてそれを市民と、まあ、小和田さんに教わりながら市民が耕すとかそういうのを市でやってもらうとかいう方向は難しい、まあ、すぐには実現できない。そうですね、まあ市を通さなくてももし、農業をやりたいっていう方がいてで空いてる畑っていうんですかね今使っていない畑なんかがあってそこでじゃあみんなで農業を始めてみようかっていうような形で始めることってできると思うんですよね。で補助金の中にも新規就農っていう補助金なんかはあるんですけど、まあ、それは本格的に農業で生活していこうっていう補助金なのでこうなんていうんですかねちょっと自然栽培やってみたいなっていうこうなそういうのに対応できるかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、はい、そういう新規就農補助金みたいのもありますがあとはこうちょっと農業体験始めたいなって言って、まあ、そういう空いてる畑なんかを、まあ、誰か農家さんから紹介してもらうとかそういう形で始めることは可能かなとは思います。すみませんちょっと発言よろしいでしょうか。真岡市の坂本と申します。僕も農業やりたいと思いまして役所の方にいろいろお話聞きに行ったんですがなかなか土地を貸してくれるっていうことまでにはつながりませんでした。それはなぜかと言いますとなかなか国も県も市も素性のわからない人間に農地を貸すということには積極的ではないというハードルがありましたので新規就農したくても土地がない見つけられないという壁にぶつかりまして、まあ、いろいろ有機農家さんにアドバイスいただいたんですがやはり農家の農業委員会さんっていう人たちにお会いして、まあ、信頼関係作って個別に自分で歩いて農地を借りなければいけないっていう、まあ、ことを事情があるということでもし筑西市で、まあ、議員さんとかが、まあ、行政なんかに働きかければまた話は違ってくると思いますのでそういった障壁をなくすために、まあ、議員の方が動くっていうのもすごく勇気を広めるのにはいいことかなというふうに今感じます。はい、以上です。ありがとうございます。すごい。そうなんです。私もそうでした。畑が見つからない。で私が最初畑を探してたんだけども見つからなくてで結局はうちの親父が郵便局員だったんで外回りやってたからそれで見つかったんです。だからよそ者とかわからない人には畑は貸さないっていうのがっていうのが最初ですね。でそれが信用がついてきて
5年ぐらいやってくると、おお、なかなかやって頑張ってやってんじゃん。それからどんどん畑が増えていく。最初の壁がそこなんですね。予想も。そうですね。で、あの有機農家さんとお話ししてると必ず言ってくることっていうのは、周りの観光農家やってる方とかが畑を見てるっていうんですね。草生えてないかとか、しっかりやってるのかとか、地域っていうのは引っ越しして逃げていくことができないので、もう皆さんが見張ってるっていうこともありつつ、まあそういう中でいかに信頼信用を勝ち取っていくかっていうのが、まあ第一歩として大切だというふうに教わりました。はい、それもありです。良い木、争ってますから梨の、生産者との戦いもあったりし、でうちの畑から虫が飛んできて食われたっていう訴えられたこともあります。か、裁判解決しましたけど、やっともうそういうのはね、日常茶飯事ですね。ね、やっぱり近所の人といつも挨拶を交わす、人間関係を作っていくのが一番いいかなと思います。もういつも大変です。先ほどオーガニックを蓄積して、少しずつこう、広めていきたいっていうことでちょっと気づいたんですが、道の駅とかというのは行政が管轄している組織だと思いますので、まあ、そういうところを利用してですね、野菜とかを置いてもらうとか、そういうことから始めていくのもまた一ついいことなのではないかなとちょっと思いました。そうだね、あそこのグランマルシェは土日は人多いね。あれも市がやってるから、あそこでマルシェやるのも一つの案かもしれない。グランテラスか、ね、そこでやるか、多目的室でまずは、広場でもいいけどね。そうだね。あそこでほらイチゴなんか作ってる生産者いますもんね。そこはね、違います。やっぱり違うんだ。あれは違うでしょ。だからあそこの近くに畑がちょっとでもあれば、グランテラス、バーベキューやってるところに畑あって、あそこは無農薬っていうのを聞いたけど。だからそのところが一部でも借りられれば、あそこの畑、そうすると一石三鳥ぐらいになっちゃうかもしれない。ちょっと掛け合ってみたらいいですね。ね、そこ確かに。エジキュー、エジキューまだ行ったことない。農家さん少ないんですね、そういう意味じゃ。少ないんです。なんかその有機農家さん同士のつながりも蓄積しないでできないものかと思ってたりもするんですけど、難しいですかね。有機農家のつながり、蓄積の中で。なんか結構孤立してんのかなと思ってて、やってる人は。みんなおそらく情報がね、ないかもしれないよね。だからその。集まれる場所の一つとしてそのマルシェがあれば、興味ある方も来ると思うんですよ、ね、情報はみんなに発信してね、農家さん同士とつながって技術も教え合ってっていうネットワークみたいなのが作れる場としてもマルシェはなんかやりたいなと思ってて、有機をやってる生産者を何人ぐらい知ってます？全然だからね、そんなにね、いないんじゃないかなって感じするんだよね。なんか最近インスタグラムに自然栽培を畜生市でやってるっていう人がいて、あとはやっぱお店にしか卸してないっていう人がいて、でもまだ会ったこともないし、買いたいと思っても買えないので、店やってないから、なんかそういうところからもこうマルシェがあれば出店してもらえてつながれるのかなとか、数少ないんだったら、マルシェやるんですけど出店お願いできませんかって言って、足で私たちが一つ一つ訪ねるっていうのは一つの手だよね。だから見えないところにいると思う、おそらくね。特に新規就農者っていうのはもう無農薬でやりたいっていう人が多いから、特に若い人ね。
そういう人を応援したよね、うん、そうだよね、うん、でもどこにいるのそういう人それがね、分かんないんだよね大和田さんも分かんないそう、私もわからない。逆にマルシェやってたら、ああ、来てくれるかもしれない。そうだね。うん。でも新規就農者って、どっかで修行っていうか、必ずそういうのってやってるんじゃないですか。あのね、補助金もらうのには、そういう修行が必要なの。うん。あ、でも別に補助金なくて、うん、まあ、自分でやりたいって言えばやってもいいんですよ。やりたいって言って、うん、例えば、実家の畑も、うん、あの空いてたのを、うん、じゃあや勝手にやってもいいんです。勝手にやるって言ったら、うん、特にそうか、はい、届けでもない。誰もだってあの野菜作っちゃダメって、ね、あの言わないからいいんです。ただあの認定農業者とかいろんなものがあるんですよ。あのやっぱり農業農地法絡みでね。でそれをやると国とか市からのバックアップがしてくれるとかそういうものがあるんですね。情報をもらえるとか、うん、だから私も認定農業者になってるし、でこの畜生だけで認定農業者は200何人ぐらいいたな。情報的には一回集まり集合あったから、なそのぐらいの農家があるわけですよ。200以上の農家さんもいらっしゃるってことですよね。いるの、いるの、うん。認定されてるだけでも。うん、200か300人ぐらいいたと思ったな。ちょっといいですか？認定農業者。はい、吉行さん。はい、どうぞ。これ、この、なんだっけ、農水省の、このマークの、これは有機の栽培の人たちの、人たちですか、これは。そうです。これはね、有機チャスの認定 あのマークですね。マークですか。はい、そうです。このページに、認証事業者一覧っていうのがあるんですけど。うん、はい。ここに入ってる人は、認定されてる方ですよね。そうですね。実際に計算してるかどうかは分かんないですけど。はい。日本全国に、認証団体っていうのがありまして、そこに加盟して有機を取ってる人は全部入ってると思います。なるほど。畜生士さっき探したんですけど、なかなか見当たらなくて。はい、私は群馬の方の認定団体を受けてるから、茨城県は認証団体ないんです。なるほどね。衝撃。そう。だから別なところの県に行って受けないとダメなんです。なるほど、県別もあるんですね。ありがとうございます。はい。認証機関がない。そう、茨城県は認証機関がなくて、ちょっとだけいいですか。はい。あ、すいません、と桜川市に住んでます、海老沢と申します。レインボーフューチャーさん のベビーリーフとか好きでよく食べるんですけども、 ありがとうございます。もし有機のマルシェとかあっても、その大和田さんのところのお店のものってか商品をたくさん置いていただいて、であと他は雑貨とかあとパンとかそういうお店が何軒かあれば、こうお客の立場としては行ってみたいなと思うんですけど、あと前桜川市で軽トラ市とかやってた時があって、月に1回軽トラで有機にこだわるとちょっと参加者は少なくなっちゃうかもしれないんですけど、顔の見えるお店の生産者とお客さんが顔が見える交流ができるっていう意味で、コマルシェとかができたらばぜひ行ってみたいなと思って聞いてました。でちょっと夕ご飯の用意とかしなくちゃならなくて、これで失礼しますので、とてもいい時間で、大和田さんのお話とても
分かりやすくてすごい農業に興味を持ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。貴重な時間ありがとうございました。すごい具体的なお話ありがとうございます。そうだよね、別に言うオーガニック農家さんをたくさん一度に集める一番最初から、うん、そういうのは考えてみたらあまりすぐマストではなくて、変な話、今日のその大和田社長のそのね、レインボーフューチャーさんをさっきみたいにフィーチャーして、であとは周辺でパン屋さんとか、あとなんだろう、そういうね、雑貨屋さんとかっていうところから始めたら、オーガニックにみんながもうちょっと知ってもらって、逆にそこをなんだろう、ある意味アンテナとして逆にそのオーガニックに収納した人とか他の市のオーガニック農家さんとかもそのうち日本全国含めていろいろだんだん参加者が増えてくるっていうような最初の一歩はそれで始めるっていうのはとっても地に足ついて始め方としてはいいかなっていう、それで逆にあのグランテラスで最初にやるでもいいかもしれないし、いきなり県政公園とか言わずにね、やりやすいかもしれない、あの場所もあるし、来る人も分かりやすいし、いろいろいざ開催となるとね、イベントの開催となって、じゃあ駐車場はどうするのかって、出店者さんも駐車場が必要になっちゃうので、そういうことを考えるとグランテラスはすごくやりやすいかなっていうのは一つありますね。観光栽培の農家さんからの嫉妬みたいなのはないですかね、グランテラスに農家さんからの。まあないでしょ、大丈夫ですかね、うんうん、そうね、なんか心配ってその辺は OK なら、だってさ、うん、グランテラスそこはあの折り合いつけるしかないよね。あと地産地消っていう意味もすごく、それは言えば、あの観光農家さんも別にあれだし、あと言ったようにほらなんか一つ有機のものやってますみたいなのがあったら、うん、一番最初から全部有機じゃなくたって全然いいわけじゃない、うん、まあ、それでやっぱみんなの協力を得ながらその意識を変えていって、ちょっとでも体にいい、子供たちにもいい、うん、でこれも私がもう 色ついてないか分かんないんだけど、これがいいじゃん、やっぱり食は人を作り、人が地域町を作るっていう、うん、もうこのコンセプトでいきたいと思ってるので、うん、そういうふうに考えればあの、いきなり全部オーガニックっていうところに行って、うん、こうまああの芯っていうかもうその元になるものはぶれちゃいけないけれども、多少その参加がしやすいような周りは少し緩くっていうか、ボーダーラインは薄めにしといた方がいいかなっていうのはあるね。皆さん他に何かあの、もう時間もあの5時を過ぎてくるので次回のにも続ける次回のなんだ日程とかも決めたいので、ちょっとよろしいですか。はい、お願いします。あの先ほど大和田先生のお話聞いてまして、あの茨城県はあのすごくオーガニックに理解があるあの県だなというふうに感じたんですが、それっていうのはあの補助金とかが出てるっていうことでしょうか。いや、茨城県の県北がですね、過疎化が進んでるんですね。でそれを活性化するために、まあ茨城県は農業大国だから、あそこにオーガニック団地を作れば若い人たちが集まってくるんじゃないかなと、そういうモデル地域を作りたいっていうようなコンセプトがあります。でそれにあたってある程度の面積を確保したところには、じゃあ県の方からいろんな補助金が、こういうのがありますよ、こういうのもありますよっていうことでやってます。だからぜひ坂本さん県北に来て一緒に畑耕しますか。茨城県はおそらく喜んで迎えてくれますよ。いいじゃないですか、うん、畑は大変魅力的なお話で参加したいと思うんですが、すごいいいです。そのと家もありますか、ね、は県北限定なんでしょうか。そうです。県北限定なんです。そうなんです。
真岡市で筑西市の隣なんで、県北の距離って私もほら、常陸大宮に行くとき、真岡はいつも通ってきますよ。あの益子経由で行くから。行くときに茂木の方を越えてくるんですか。今週3回行ってます。修行させてください、後で。いつでも大丈夫です。一応米と麦と大豆の生産の修行先がちょっと決まりそうなので、うん、そちらでしばらく修行をして、はい、まあ、野菜の方はちょっと大和田さんにご指導いただければと、はい、ぜひ県北がおそらく1時間以内で来てしまいますから、はい、もごからだと。なるほど、はい、分かりました。後で見学させてください。はい、大丈夫です。すごい、僕ちょっと遠いけどね、そっちでやるか。そっちでもあるし、やろうよ。あるしって、うん、畑もやろうよ。人いないからダメなんですか、あっちは。人、お客さん、客がいないから向こうで作って、うん、こっちで。あくまでも作る。ただやっぱり毎日見られるところじゃないとダメだから、畑はね、うん、近くないとね。そう、ダメなんです。何が起きるか分かんないんで、うん、さっきの話だと毎日毎日虫がどうかっていうのを見に行かなくちゃいけないですもんね。そうです。すみません、日立海浜公園っていうのは、はい、県北ですか。海浜公園は県北です。県北ですか。やっぱり海寄りですね。海寄り、はい、海寄りですね。日立海浜公園は海寄り。あそこでロッキンオンジャパンの音楽フェスとか夏やってるんですけども、うん、将来的にはですね、あそこで全国のオーガニック農家を集めてフェスやるっていうのもなんか面白そうだななんていうのをちょっと夢見ました。いいじゃないですか。いいじゃないですか。それ大賛成ですよ。やっぱり夢を持たないと、こういうものはね、おもしかないんで。私もほら夢を持ってやってましたから。そうですよ、いいじゃないですか。私たちもそのマルシェやりたいっていうのは あるので、うん、その日立海浜公園全然大賛成、うん、日本全国はほら大和田さんネットワークがあるので、もうすぐきっと一声かければ集められますよ。これいいですね。で、茨城県が そこで積極的に宣伝活動、広報活動をやってくれれば、これも僕らと望むところは一石二鳥になると思うんで、まあ、そういうふうなこと協力、ね、うん、県に頼む。県の人、そういう人知ってますから、広げたい。とにかく人を集めたいっていうのは県の、希望なんで。ね、そうですね。筑西も人口減少が、うん、10万人切ったって言ってたから。人が集まればいくらでもやると思います。やっぱり栃木県と茨城県、まあ、群馬県というのはこの知名度の低さでかなり困ってるんですけども、まあ、茨城県オーガニックで県を PR するっていうのもこれ提案してみると、知事さん乗っちゃうのかなとかっていう、私は言いましたよ、知事に、うん、日本一のオーガニック団地を作ろうって。素晴らしい、うん、だから県北にできちゃったんですよ。うん、うん、それで知事は何ておっしゃってたんですか、やろうって。それに対して、そうやる、うん、だから憲法進んだ、うん、憲法の方に行っちゃった。憲法だったんだ。畜生に来なくて憲法来ちゃった。畜生もそういう風にオーガニックのな町とかに、うん、なってほしい、うん、せっかく農家さんいっぱいいるんだからね、うん、そうそう、畑が畜生まとまんないのよ。要するに地権者がまとめるっていうことができない。うん、県北はほら空いてるからいくらでも、うん、だからまとまっちゃう。町が結構すごいあるってことなんですね。30ヘクタールまとめちゃった。それはすごいです。そのうちの5ヘクタールがうち使ってる。すごい。でもそうですね、その流れに乗って茨城、ね、畜生市もだんだんなればね、なればね、うん、いいなという願いを持ってね、うんうん、いくらでも借りちゃう。畜生だったら。うん、あ、すごいな。で、そういったオーガニックのムーブメントみたいなのを作っていければ、学校給食なんかもオーガニックにするっていう取り組みがやりやすくなると思うんですよね。うん、だから
まあ、行政とか動かすのに、まあ、僕も栃木の人間ですが、まあ、茨城の方の知事さん太鼓持ちに行きますので、うん、はい、まあ、ちょっとあのご協力します。ぜひぜひぜひ茨城に来てください。もう隣じゃもう伺ってるもんねちょっと5分以内で茨城に来れますもんねそうですね、うん、いやじゃあちょっと具体的にやれる規模だと、まあグランテラスぐらいだったぐらいで、ぐらいって言っちゃいけないけど、グランテラスでなら、うん、そこは人来るよね、うん、人も来やすいし、グランテラスでやるよっていうふうにいろんなあの、うん、農家さんも含め、うん、そういうなんだろうオーガニック関連の商材を持ってらっしゃる人たちも声掛けはしやすいと思うので、うん、なんか場所はまずはグランテラスでやるっていうのはすごくいいかもね、うん、じゃあグランテラスでやりましょう皆さんいきなり決めてそう今日のとりあえず一つ何か決まるといいなと思ってたんでグランテラスでやろうっていうのはちょっといいと思うのでそれに向けて次はじゃあ具体的にいつ頃みたいなところをね、あの野菜っていうか季節の問題で言うと、いつぐらいにそういう生産物が、あのオーガニックのものってあってたんですか？だいたい春作、秋作ってのありますよね。春か。うん、だいたい春っていうのは、だいたい2月ぐらいから種まき始まります、うん。時間のかかるやつは。うん、だそれがずっと夏ぐらいまでいるわけですね。うん、で、今夏作もうちは作ってますけど、うん、で、秋作から冬作っていうなります。うんうん、だから一番野菜の種類が多いのはあやっぱり5、6、7かで秋の10、11、12かな、うん、が種類が多いかな。夏が一番厳しいですよね、うん、やっぱりほら人間も過ごしやすい時期は野菜も過ごしやすいから、うん、そういうことなんですね、ね、うん、うん、まずはこのその年に2回開催を目指してできたら、うんうんうん、5、6、7、まあ、秋までだったらまだ半年あるから、生産者にも声かけもできるし、そう、大体の目安がいい、ね、秋だったらじゃあどういう野菜があるかっていうのも調べられるかな、うん、いいですね。じゃあとりあえず6月ぐらいに第1弾を、うん、じゃあとんでもないく美味しいイチゴの持ってきましょう。無農薬で作ってる。ただ有機の認証だけは取ってないけどね。おそらく日本一のイチゴだよ。まあでもそれはあれだな。12月1、2、3だ話したの。秋や夏イチゴもやってるから夏イチゴはちょっとね、あれかもしれないな。霞ヶ浦でやってるのよ。もう日本一だね、あの味は。もうあどっちでもいいですよ。春でも秋でも、なんか、ね、美味しければ。ぜひぜひそれを。糖度24度ぐらいで、酸味と甘さが非常にマッチして。それで無農薬。うん、それで無農薬です。すごい。おお。無農薬。うん、これはできないよ、無農薬でイチゴを作るのは。すごい、なんか大変そう。そういう生産の農家さんですか？イチゴってどうしても生でそのまま。そうそうそう。だからうちは子供は連れてきません。イチゴ狩りなんていうのは。農薬の塊だから。そうか、その場でこう、うん、白くなってんだよ。白くなってんの、これ見るつけた。農業始めてから。もう連れていけないな。あ、うん、ね、怖いな、そういう裏をしちゃうと。ハウスは出荷前に前だから農薬かかってないかなと思ったけど、結構年間で50何回とかかけるんだよね、いちごってね。フルーツはそう、フルーツはね、なかなか大変。今日は本当大和田さんの
がこういらして いろんなお話が聞けたおかげですごくなんか具体的なイメージも、ね、できたし、皆さん あの意見も聞けて、あなたハッてるなんか少し具体的な形になりそうっていう希望が持てました、うん、本当にありがとうございます。いえいえ、あの引き続き、うん、ご協力お願いいたしますまだ難関的は参加しますから、もちろん、ね、よろしくお願いいたしますじゃあちょっとそろそろまとめというか、今日の決まったことはっていうか、まあ今日本当に大和田さんの、あ、皆さん大和田さんにもあの拍手を、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。あれだよね、まず、まあ、オーガニックのこう野菜っていうか、オーガニックっていかにあの大事っていうか、体にもいいし地球にもいいし、うん、っていうことを、まあ、広めていく啓蒙活動っていうのも私たちもすごい、うん、マルシュ準備にあたってもう進めていきたいと思ってますので、あの本当その辺もご協力をお願いいたしますいいお話がたくさん聞けて、で具体的な私たちの規模でできるマルシェのイメージも、まあ、グランテラスだったら近いし、変な話は私たち、うん、みんなも参加しやすいし、あと誰もが来やすい。3時間以上つなげるから、はい、はい、ということで、あのまあ、グランテラスでやろうっていうふうに一応グランテラスでやるっていうことに対して何か意義がある人って多分 いらっしゃらないと思うんですけど、何かあの懸念事項とか何かあったら、ある方は意見お願いします。あ、そういえばごめんなさい、学生代表のタクト君、今までの話聞いて何かあの若者の意見として聞きたいなと思うんですけど、いかがですか？あ、はい。なんか、な、その、オーガニックは知らなかったんですけど、なんか、そういう野菜について、こう、若い人も知るのはいいと思います。あとは、なんだ、まあ、大学生とかも、なんか、一人暮らしとかも多いんで、そういう、なんか野菜とかそういう栄養のバランスとかもそういう生産者の人たちから聞けると、なんか、うん、そういう栄養のバランスとかも取りやすいんじゃないかなと思いました。自然栽培の野菜は観光栽培より栄養多い、うん、聞こえてなかったあの学校っていうか周囲 その友達と、なんか、あ、今回、タクト君はあれだよね、なんだっけ、畜生の町づくり、地域、あれ、町づくりプロジェクトだっけ、に参加してるんですよね。あ、はい。そので、あの興味あったら参加してほしいなってこの情報をお伝えしたんだけれども、みんなの反応どうでした？その若者の反応若者の反応って変な言い方だけど実際あの活動を今具体的には何か進めてたりしてるのかな、みんなと一緒に何か町づくりのためにやっていることとかあるんですか？まあ、はい、今は計画っていうか、まだ具体的じゃないんですけど、なんかまだ計画を作ってるっていう感じです。それは、あの、例えばどんな計画があるの？まだ、あの、例えばでいいんですけど。なんか、今やってるのは、その、空き家とかを利用して、なんか居場所作りとかできたらいいなっていう計画を作っています。悔しいね。悔しいね。私たちが去年やってたんですよ。空き家プロジェクト。それでコロナ騒ぎで、その、なんだっけ、市がやってるね、プロジェクトが頓挫して、あの、結局、
終わらずに尻切れトンボで終わったっていう、それで去年6月からね、その学生のがそれに変わり引き継いだみたいな感じなんだけれども、あ、それはそれとしてまあ、あの学生さんたちもあのこのマルシェやったりしたら来てくれるかなあの今後引き続きあの、お話し会というかこれプロジェクトとしてやっていくんだけれども、タクソ君はこのまま引き続き参加していってもらえるって思ってていいのかしら。あ、はい、大丈夫ですとよかった。じゃあ、あの次回とかもう一人くらい友達誘ってみて、はい、無理には言わないけれども、よければということでよろしくお願いいたします。若い力も絶対必要なので、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さん何か他に、あれ、石塚さんとか、はい、桜井さんは途中で出る、あ、そうだ、うん、あの発言されてない誰だっけ、石塚さんとか何かありますか。はい、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。なんか皆さんいろんな、なんかすごい方がいっぱいで、本当参考になりました。本当このオーガニックマルシェきっかけに、あのオーガニックでのことに気づいてもらえる方がたくさん増えるといいなと本当思います。なんかオーガニックってあの、まあ、普通の観光栽培が悪いというわけではないけれど、まあ、あの食べたからといってなんか即時的に何か目に見えることがあるわけではないので、やっぱ伝わりにくいっていうのがすごいあると思うんですけど、やっぱり三方よしでね、食べる人も作る人も社会的にもすごくよくって、ね、なんか本当なんだろう、じわじわ広がっていくと街も良くなっていくのかなと思いますので、はい、何かあればまた協力したいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。次回もぜひ参加してください。はい、ありがとうございました。楽しかったです。じゃあ何か桜井さんとちょっと指して、はい、聞いてみてください。桜井清美さん、あれ離れちゃってるかな。まさこさん、まさこさんいますか。まさこさんいますか。聞こえますか。あ、いないか。この方が D01H D01H の方、ごめんなさい、お名前がちょっとわからないんですけど、一言お願いします。あれ、ちょっとわかんないかな。わかんない、うん、残念じゃん、はい、あ、すいません、はい、すいません、あの特別なわけじゃなかったんですけど、ちょっと設定があれだったもんですから、参議院の小沼匠の秘書、宮田と申します。宮田と申します。志田さんにちょっと紹介されて、はい、まあ、どういう議論なのか、その学校給食の部分とか、まあ、自治体が結構絡むとは思うんですけれども、まあ、こういう市民運動というかですね、あの動きがあるよっていうのをちょっと知ってもらいたいということだったんで、ちょっと参加させてもらいました。ちょっと、休みで散らかってる家の中からだったんで、あのあえてあの画像を出さずに参加させていただきましたけれども、本当にあのその学校給食の部分に関して言えば、まあ、あの先駆的に進んでるようなところもあるとは思うんですけれども、私は実はその小山に住んでおりまして、小山でその間院役さんの勉強会とか、いろいろありまして、で自治体の小山も私浅野市長になって、非常にそういう理解のある方なので、だいぶ、進んだりはしてきたようなんですけれども、まあやっぱりその本当にあのこれからの農業とか子どもたちの元気、あの健康とか考えたら、この無農薬、オーガニックのこの働きっていうのは大きいと思いますので、ただ
まあ、昨日あたりちょっと国の助成制度なんかいろいろ調べたんですけど、まだまだ規模が小さいもんですから、まずは自治体の方できちっと盛り上がっていけばですね、国も必ず動いてくると思いますので、まずは本当に自治体をまず動かすような、運動をしていくのが一番近道なのかなっていうふうに、思いながら話を聞いていました。まあ、できる限りやれることも、まあ、国としてやれるようなことがあればですね、どん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 国にも働きかけていこうとは思いますけれども、まずは自治体、もっと言えば市民の力というかですね、そこからどん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 盛り上がっていくのが一番理想なのかなというふうに感じました。ちょっと固い話ですけど、以上でございます。わかりました。どうもありがとうございます。ご参加ありがとうございます。じゃあまたぜひ次回も日程決まりましたらまたご案内したいと思いますのでよろしくお願いいたします。で、まあ、そんなこんなでこう、ね、春6月ぐらいにやりたいと思ったらその2ヶ月に一遍とかで話し合いじゃもう進まないので、うん、ちょっと来月の予定を決めたいと思うんですけれども、皆さんやっぱり週末の午後とか、まあ、そういう今日みたいな日程の方がいいですか、それとも平日の夜とかでもご参加可能とかそういうのってどうでしょう。やっぱりコロナ禍なんでしばらくこのオンラインでやるっていうことにおそらくなると思うので、の方がいろいろ、またさっきの話じゃないけど駐車場をどうするとか、しなくも本当に止める場所とかはある程度調整を事前にしなくちゃいけないので、うん、まあ、今日みたいに私たち主要スタッフだけここが集まって、あと皆さんはご自宅からご参加っていうのが、まあ、やりやすいかなとは思ってますので、となったら週末か平日の夜とかだったらどちらがいいんでしょうかっていうのところだけざっくりお聞かせいただいて、あとは、この曜日、例えばこんな感じで土曜日の午後だったら OK だったら、まあ、ある程度第3土曜日とか決められるんだったら決めた方がいいかなと。まず週末か平日か、ああ、そうだね、手上げしてもらう、うん、じゃあ週末か平日かで聞いたらどっちがいいっていうのが、まずじゃあ挙手でいいのでいいですか。あ、手を挙げるとか何か機能あるんだっけ。手を挙げて、手を挙げればいいか。みんなそうか。ちょっといない人も。じゃあ今日みたいに平日より週末の方がいいですっていう人挙手お願いしていいですか。はい、はい、週末今日と同じように週末がいいっていう人。週末がいいよね。私も週末がいい、うん。平日は仕事やってる人は厳しい。結構夜はね。わかりました。じゃあ2月の週末の土曜日の第何土曜日とかで、うん、平日が助かりますって来てる。え、誰？まさかあと多分お母さんたちはもしかしたら平日がいい人もいるのかもしれないかもしれない。うん、まあ、はい。でも今日は慣れたから、うん、そうだね。うん、月1回、うん、月1回のペースでやっていかないと間に合わない、いろんなことが、うん、はい、2月どうですか。今日が2月の27日。あ、じゃあそうしましょう。はい、じゃあ大和田社長の鶴の一声で2月27日に次回はい、じゃあまあ一応時間も同じ感じにしときますか、うん、3時27日15時でご案内しますので、お願いします。皆さんスケジュールお願いします。はい、一応場所はグランテラスっていう感じで、私はじゃグランテラスのお話し会の場所じゃないよね。違うよ。ごめんなさい。マルシェの場所ね。そう、お話し会はオンライン。ごめんなさい。はい。はい、で、ちょっとグランテラスのスケジュールとか分かる範囲で調べておきます。あと、別に何かやること。まあ、なので次回はもうちょっと実際やることを前提で具体化していくっていうことで、皆さんのまあ、グランテラスを想定してもらって、こんなことやったらいいんじゃないとか、こういうものがあったらいいよねって、さっきね本当に
お野菜があって他にいろんなものがあったらそれだけでも行ってみたいって言ってくださった方もいるので、うん、おすすめのお店とか、ね、あお店とかねこの店が出てくれたらいいねここ出てほしいとかもいいかも、うん、これあると具体的に本当に交渉に行けるからいいよね、うんうん、はい。じゃあということで次回2月27日土曜日15時っていうことでまた開催したいと思いますので皆さんお友達とかご興味あるそうな方にごめんなさい桜井さんがなんかこっちの設定でミュートになっちゃったみたいで一回ちょっとお話を聞けるみたいなんですけどいいですかじゃあ、はい、もちろん桜井さんお願いします。でも、ね、こっちで設定はしてないですね。あれ？あ、今大丈夫だと思う。はい、お話いただけます。はい、桜井さんどうぞ。はい。はい。あ、こんにちは。はい、こんにちは。すいません、なんかちょっと映像が出ないみたいなんですけれども。はい。はい。はい、じゃあ今日の感想となんか、あれば、はい、コメントお願いします。すいません鶴見和美さんのご紹介で今日は参加させていただいたんですけれどもすごくその有機の農法とかお野菜のことに興味がすごくありましたので今日のお話はその大和田先生のお話も含めてすごく興味深くて畜生でそのマルシェをやりたいっていうその熱いお気持ちが伝わって私もなんか、うん私ができることで一緒にやっていきたいなと思いました。引き続き一緒に活動のお仲間に入れさせていただければと思います。ぜひぜひ。もう違う在住でしたよね。はい、はい、あ、ゆきでしたっけ。畜生です。畜生ですね。お、それはすごく心強いので、え、ぜひ一回風の家に来てください。はい、本当は今日はそちらにお伺いしたかったんですけども、このコロナ禍だったので、はい、ぜひお会いしたいです。はい、ぜひいらしてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ゆうきちゃん、あ、そうそう。桜井さんが毎週水曜日プチイベントをしているので、その時にでも一度いらっしゃってください。はい。あ、ありがとうございます。はい。はい。個別にご連絡します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。そうしましたら、ごめんなさい。まとめ、あ、ひとみさん、最後に何かありますか？え、ひとみさん、スケジュール大丈夫ですよね？まずそこ。まずそこ。まずそこ。そうだよ。すいません。大丈夫ですか？あ、すいません。今日は本当に大和田さんからいいお話が聞けて、ますますオーガニックの魅力っていうのが分かった一日だったなと思います。また皆さんからもいろんなご意見が伺えたことで、私自身今日一日勉強になりましたし、いろんな意味で皆さんと一緒にこの時間共有できたことですごいいい時間を過ごせたなと思います。具体的にオーガニックマルシェもグランテラスで開催っていうところまで来ましたので、より多くの方にオーガニック知っていただけるように、グランテラスのマルシェ成功するようにご協力させていただきたいと思いますので、どうぞ今後ともまたよろしくお願いいたします。じゃあ2月27日のスケジュール、はい、はい、お願いします。で皆さん一応次回2月27日15時っていう同じ時間でやりたいと思いますので、ご興味ある方がいたらまたお声掛けもお願いいたします。それでは本日は本当お忙しい中お時間をいただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんまた会いましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。